ロットワイラー、その名前だけで尊敬を集め、時には少しの不安を感じさせます。彼らの力強い体格と作業犬としての歴史がそれを物語っています。しかし、その銅像たる外見の内側には、深い忠誠心と愛情深い仲間の心が宿っています。ロットワイラーは、家族への揺るぎない献身で知られています。彼らは生まれながらにして愛する人々や、領域を守る本能を持っており、この忠誠心と守護本能の組み合わせがロットワイラーを優れたガードドッグにしています。しかし、よく調整されたロットワイラーは決して攻撃的ではないことを忘れてはいけません。彼らは賢く、飼い主を横こばせたいという欲求が強く、非常に訓練しやすい犬です。多くの人々はロットワイラーを恐れますが、その恐れは理解不足から来ています。ロットワイラーは力強い犬です。自信のある飼い主が必要です。リーダーシップを提供できる飼い主、境界を設定できる飼い主が必要です。ロットワイラーがそれを持つと、彼らは優しい巨人になることができます。彼らは家族と一緒にいることを愛し、遊び好きです。人間の仲間を悲させようとしています。ロットワイラーは知的で、学ぶことを楽しみます。適切なトレーニングと社会化を行えば、彼らは家庭の仲間として優れています。特に子供との相性が良いことで知られており、忍耐強く保護的な性格です。彼らはしばしば子供たちの周りを歩き回り見守ります。ただし、どの犬種でもそうであるように、常に監視が必要です。ロットワイラーを飼うことはトレーニングへのコミットメントです。社会化へのコミットメントです。そして、愛情深く構造化された環境を提供することへのコミットメントです。しかし、その努力に見合う報酬は計り知れません。ロットワイラーは銅像たる犬です。筋肉質で力強く、通常95ら135ポンドの体重があります。ズスケンはやや小さく、80ら100ポンドの体重です。彼らの短いダブルコートは黒く、サピロのマーキングがあります。このマーキングは通常目の上、頬、胸、ヤシに現れます。その力強い体格にもかかわらず、ロットワイラーはその優しい性格で知られています。彼らは家族に対して愛情深く、愛されることを求めています。大きさに惑わされないでください。ロットワイラーはよくベルクロドッグと呼ばれ、飼い主のそばにぴったりくっついて離れないからです。彼らは人間の家族との強い絆を築きます。ロットワイラーは知的な犬です。飼い主を喜ばせたいという欲求が強く、学習が早いです。これにより非常に訓練しやすい犬になります。彼らは服従訓練、アジリティ、トラッキングに優れています。ただし、頑固な面もあります。ここで一貫したトレーニングとしっかりとした指導が重要です。社会化されたロットワイラーは自信に満ちたロットワイラーです。幼い頃から様々な人、場所、経験に触れさせることが重要です。これによりバランスの取れた犬に成長します。社会化はあつもちの恐怖や攻撃性を防ぎます。ロットワイラーのトレーニングは支配ではなくリーダーシップです。ロットワイラーはリーダーを必要としています。冷静で断固とした一貫性のある人が必要です。明確なルールと境界を提供できる人が必要です。トレーニングは早めに始めましょう。パピークラスはロットワイラーを社会化するのに最適です。また基本的な服従命令を教えることもできます。ポジティブな強化技術を使用しましょう。良い行動をしたロットワイラーを褒めたり、おやつやおもちゃで報酬を与えたりしましょう。忍耐強く、一貫性を持って接してください。トレーニングには時間と努力が必要です。もしロットワイラーがすぐに理解できなくても、落胆しないでください。続けることが重要です。同じ命令と手の合図を毎回使いましょう。これによりロットワイラーはより早く学習します。社会化は服従訓練と同じくらい重要です。幼い頃から様々な人、場所、経験に触れさせましょう。公園やペットショップ、近所を散歩するなど、見たり体験したりすることが多ければ多いほど、彼らは自信に満ち、
バランスの取れた犬になります。ロットワイラーは、グルーミングに関して比較的手間がかからない犬種です。彼らは短いダブルコートを持ち、頻繁なブラッシングは必要ありません。ただし、抜け毛が多いです。定期的なブラッシングは、抜け毛を抑え、死んだ毛や汚れを取り除くのに役立ちます。必要に応じて、ハナ・リンプロ、ロットワイラーを洗いましょう。すべての犬種と同様に、ロットワイラーも定期的な獣医師のチェックが必要です。これにより健康状態が確認され、予防接種が最新の状態であることが保証されます。